ジョン・マイダは、日系アメリカ人のグラフィックデザイナー、テクノロジスト、計算機科学者、大学教授、作家、パブリッシュ・セイピアント・チーフ・エクスペリエンス・オフィサー、全ロード・アイランド・スクール・オブ・デザイン学長、前 MIT ・メディアラボ副所長、イーベ・デザイン・アドバイザリー・ボード、前オートマティック・コンピューテーショナル・デザイン・インクルージアン、グローバル・ヘッド、 デザインとテクノロジーの融合を追求する第一人者として知られる。1966年、シアトルで豆腐屋を営む日系人の父のもとに生まれる。MIT でソフトウェア工学を専攻している時にポールランドやミューリエル・クーパーの作品に出会い、修士課程ではメディアラボを専攻。その後、日本の筑波大学筑波大学大学院、芸術学研究科で、 博士課程を修了し、デザイナーとして活動を始める。1999年、エスクアイアに21世紀の最重要人物として掲載された。2001年には、コミュニケーションデザインにおいて、米国ナショナルデザインアワードを受賞。また、日本においては毎日デザイン賞を受賞した。現在は、デザインフューチャーズカウンシルのシニアフェローも務める。2006年、 シンプリシティの法則を出版。人々の生活を複雑性から解放する研究に基づいたこの著書は彼の活動の中でも最も広く知られている。ジョン・マエダ、ダボスで行われた世界経済フォーラムにてありがとうございます。